フレデリック・レイトンの1884年の絵画、サイモンとイーピゲネア。ニューサウス、ウェールズ州立美術館所蔵。イーピゲネアは、ギリシア神話に登場するミュケーナイの王女である。長母院を省略してイーピゲネアとも表記される。父は、ミュケーナイ王アガメムノーン。母は、スパルタ王女クリュタイムネイストラー。妹にエレクトラー、弟にオレステイスを持つ。 父アがメムノ恩ンによって、女神、アルテミスの生贄に捧げられた彼女の悲惨な最後は、エウリーピデースの悲劇、アウリスのイーピゲネアの題材とされている。アルテミスを、アルテミス・イーピゲネアと呼称した例があることから、イーピゲネアは、本来、アルテミスの分身、または、アルテミスと、同一視された女神だったと考えられている。アウリスのイーピゲネアに描かれる不応の葛藤と、 裏若い王女の話は悲劇として名高い。また、英雄と名高いオデュッセウスがここでは、非常な暴力に長けた武将と描かれ、義憤から王女を救おうとする勇士アキレウスと対比されている。弟メネラーオスの頼みによって、トロイア戦争に参加したアガメムノーンは、出生を前にしてアウリスの港に近い森で狩りを楽しんでいた。 次々に獲物を仕留め気分が高揚した王は思わず、口を滑らせる。私の腕前には、狩りの女神たるアルテミスも叶わないであろう。と戦を前にして、有力な神を怒らせるのは、愚の骨頂といってもいい暴挙である。案の定を怒りに燃えた女神は逆風を起こし、兵団が出発できないようにしてしまった。特にアルテミスは侮辱する人間に対して、両犬に八つ咲きにさせる。 子供を皆殺しにする、薬病を流行らせるなど、特に残酷な手段を辞さない女神であり、しかも彼女が悲いにしていたのは、敵方のトロイヤであったためのまなかな手段では、怒りが静まらないことは必要であった。そこで信託を通ったところ、娘を生贄にに捧げよとのこと。アガメムノーンは苦悩の挙句、娘を犠牲にする決断をして妻、クリュタイムネストラーガルスを守る城へ縁談を知らせる。 嘘の手紙を届ける。クルタイム・ネーストラーとイーピゲネーアは手紙を読むと、大いに喜び、美しい晴れ着一式を持って、迎えの船に乗り込んだ。実は、クルタイム・ネーストラーが溺愛する、娘の命を奪うことを承知しまいと、アガメムノーンは、オデュッセウスの検索で一気当選の優勝で美貌の、若武者アキレウスとイーピゲネーアの婚礼を挙げるという、名目で二人を迎えさせたのであった。 喜び勇んだクリュタイムニエストラが何も知らないアキレウスに婚礼の挨拶に出向いたことで婚礼の話は嘘ということが判明し母子は幸福の絶頂から不安の底に突き落とされる。喜びに胸を膨らませて父のもとに向かったイーピゲネエアを待っていたのは兵団のために我が身を犠牲にしろという恐ろしい父の言葉だった。悲嘆に暮れ並みいる勇者たちに 娘の除名を願い出るクルタイムネイストラーに対し、イーピゲネエアは、王女の務めとして、我が身を捨て国のために、生贄となることを承諾する。反狂乱で身を投げ出して嘆く母と、義憤から勇士たちの戦闘に立って、除名を叫ぶ、憧れの男性アキレウスをなだめ、気高い王女は、婚礼の衣装を身につけたまま祭壇で命を落とした。像を燃やすクルタイムネイストラだけでなく、 イーピゲネイアを呼び出す口実に使われたアキレウスは、あまりに悲惨な王女の最後に生き通り、アガメムノーンに対する怒りを深めたという。この後実談にあたる、タウリ系のイーピゲネイアでは、イーピゲネイアの気高い振る舞いに同情したアルテミスが、怒りを和らげ、最後の瞬間彼女を救い出して、タウリ系の自分の心憑に据えたとされる。 こちらでは、母殺しの罪で彷徨う弟オレステイスとの再会を、果たし、ネメシスたちの怒りも和らいで狂気の発作から、解放されたオレステースと共に帰国し、エレクトラートも再会するという後実談がついている。やがて、アポローンによって、弟の罪は清められ苦しみも言え、母の計らいで無理やり農民の妻にされていた妹も、弟の親友と結婚して王族に復帰する。 ありがとうございます。